小学生の子供と一緒に住めるのかって結構聞かれるんですよね。まあ、教育環境と治安という面では、フィリピンはそんなに悪くないので、まあ、小学生でも大丈夫なんですけれども、ただですね、やっぱり、危ない場所は選んでいけないかなと思いますね。まあ、フィリピンも、マラテとかあっちの方だとちょっと治安的にもあんまりよろしくないというところがあるので、やっぱりマカティとかですね、ボニファシオグローバルシティとか、そっちの辺りを、選ばれるといいのかなというふうに思いますね。で、インターナショナルスクールも選ぶ必要があるので、きちんとですね、まあ、現地在住の人間からですね、聞いてみたり、すでに日本人で移住されている方の、口コミを聞かれるといいかなと思います。ネット上だけではなく、ネットで、つながった上で個人的にヒアリングできたらいいですね。